は、陳です。今日のミニ講座、新語でいきます。はい、この言葉は今日のテーマです。心如止水、対極形するときは心は止まってる、動かないよ、水ような心にならないといけない、止まってる水、動いてない水、私たちこの水見ると自分の顔をきれいに映します。じゃあ心も止まってる、動いてないの水ような心を作れば自分のことよくわかります。はい、心静かになると知恵生まれます。知恵、心の中から悟ったものです。特に健康の知恵、とても大切な素晴らしい知恵です。この知恵あれば健康大丈夫、普通の生活も楽しくなります。はい、太極拳は養心之道というのは心を育てるの道です。心は私たち人間がとても大切大切なものです。心楽しくければ人生楽しくなります。対極拳するときは心静かになると筋、骨、柔らかくなります。関節も同じ柔らかくなります。そしたら動くも流暢になります。ですから心は体の支配と言います。すべて私たちの心が体のすべての動きを支配している。じゃあ体は心の表現、いつも言う、私たちの体力拳は武術をやりながら中国の伝統文化、日を表現します。陰陽思想を表現します。これも体は心の表現、心を緊張すれば動作緊張する、心もし静かにリラックスになれたら体もリラックスになります。中国とても有名な言葉、外事由心、すべてのことは心から。そしたら祖、私たちのすべての祖、どこから？心から生まれます。じゃあ何が考えてるとか、例えば心つらい時、私たちの表情、体すべて表現してくれる。楽しい時も表現してくれる。はい、昔の皇帝、内廷の中に入れたのは心之真之本、心は私生きてるの基本です。心健康、心楽しい、じゃ私たちの人生、私たちの健康の基本にはなる。はい、同じ中国の昔の漢方薬の有名な本の中に書いてるのは、心は私たちの血、脈をコントロールしてます。心は神智、私たちの精神、意志、それもコントロールしてます。心地、心静かにすれば気、月、この私たちの気の流れ、気の流れ流暢にできます。肝、私たちの内臓調和になります。するときは精神内さ、心精神中に、目も中に守ること大切。
雑念入らないように、それでまだ静者寿躁者亡、これは静かな人間、ゆったりしてる人間、命は長い。躁はいつでも忙しくてうろうろしてる、とても落ち着かない人は早く亡くなる。養心調心、体力系すると心は養ね、心は養心養心、はい、あと心はの調整、調整は陰陽の調整です、陰陽バランスの調整ですね。はい、心静かなる清静氣韻、気は乱れにはならない、ちゃんとリズムをとって落ち着くになります。それは心は静かになる時、心動く、内臓はこれ揺れる、この意味は心動、私たちの何か見た時、興奮する時、心臓がパクパクパク、その時が内臓も一緒に揺れてますの意味です。だから心はあまり興奮したり怒ったり突然がっかりしたりならないように、いつでも平凡な静かな心を持つこと大切、これで体力圏練習してから達成します。心静かになるとごつ安、安は安心安全ね、問題ないの意味です。次は氣定神合、気を手の意味は気を静かに沈んで、気の陰陽バランス取れてる時は神、私たちの精神も心も平和に静かに落ち着くになります。そしたら体のリラックス、柔らかく、空の体力系の大事なことは達成はできます。昔の有名な詩人言ってた、体は自分のお医者さんです、私たちの免疫力、抵抗力、お医者さんになります。病院行かなくても自分の体は自分の健康を守ります。心は薬、心いつでも楽しくリラックス、薬になります。心いつも不安、雑念、ストレス、それも心の毒と言います。はい、私たちの体、心一体に、ね、これが健康は体は体、心は心、それはバランス取れなかったら結局病気になります。そしたら一体に統一に健康になります。心乱れ、お手出しのエネルギーは消耗になります。雑念いっぱいあるときも、秘密を守るときも、ね、あとストレスどんどん来てたとき、お手出しの体大事大事な、特に元気、元気、エネルギーなくなってしまう、消耗してしまう、とてももったいない。体力圏はエネルギーもらうもの、充実になってから元気にならなきゃいけない。でも心にし、心静かになると落ち着くと、私たちのエネルギーはたっぷり体に貯金してくれる、ね、
ても大切。体育拳は消耗するものではない、エネルギーもらうもの、ね、全ての自然の天と地と宇宙のエネルギーは体にもらって健康になる。体育系の心なんですか、ひょくせ、これがとても大切。練習するときがこういうふうに、ね、まあ、ひょとくは大体の意味は似てると、静かにならないとこれも発生できない。くいつも皆さんに話はしてます。くは何ですか、変化を感じることはくです。体はくになって、自分の血の巡りと気の巡りは有風動くを感じる変化です。空は実になるの変化、実は空になるの変化、こういうことわからないといけませんよ。はい、大きなことを言えば、心は自然宇宙とつながるとてもない、大きな心を持つこと。はい、たくさんたくさん話しました。やっぱり動静水心、動く静かになるため心についていくこと、心を静かになるの練習はボールを持って回すこと。はい、じゃあ足は開いて肩を同じ、はい、いつも同じこと、尾て骨入れて座ること、体はまっすぐ、天とつながり、尾て骨から伸びた3番目の足は地とつながり、体は体重捨ててください、体重捨てること。今から私たちの心を静かに雑念を払って、ゆっくり呼吸を長く深くゆっくり、はい、その時は両手抱球、これは站桩の抱球、この抱球してからゆっくり腰を左、腰左に回して、でも回すときはここ丹田から回して、はい、ここからボールを陰陽、手の陰陽変化して、はい、またボールここに戻します。はい、ここで陰陽変化して、心はここに戻ります。一番大事のはまっすぐことです。まっすぐ、はい、じゃあ腰そのまんまのパウチュウもあります。手だけ、実は手の動くではない、この丹田の、はい、中、お腹の中のボール回す、はい、意識はお腹の中のボール回して、中のボール、外のボール、はい、これは対極ボールのリラックス、心静かな練習の方法の一つ。